こんにちは。今回はワトさんに関する文章題です。問題の内容を確認しておきますね。あるクラスの生徒40人に鉛筆を配ることにした。男子に5本、女子に3本ずつ配ると、鉛筆が6本余ることが分かったので、ここで新たに20本の鉛筆を追加し、男子に4本、女子に5本ずつ配ると、過不足なくちょうど配ることができました。はじめに用意した鉛筆の本数は何本ですか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解くしたらその時点で一度動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。まずは書いてある条件、過不足算や消去算でまとめるようにまとめてみましょう。はじめに男子に5本、女子に3本ずつ配ろうとすると6本余る。そこで20本追加ですね。男子に4本ずつ、女子に5本ずつ配ると、過不足なく配れた。ちょうど配れたわけですね。余り0本の状態です。こことここを比べるので、下の方ですね、20本追加しています。ですから、この総数とここで配った総数ですね、これ一緒じゃないです。一緒じゃないと比べにくいんで、この20本追加ですね、ここだけじゃなくて、初めから20本。多かったらどうなるかっていうと、ここの余りの本数ですね。これが、6本余るじゃなくて26本余るになります。さらにですね、ここで配った本数、男子女子、男子女子、それぞれ配った本数が違いますね。同じになるように揃えてあげようと思います。具体的には、下はちょうどなんですね。あまりいじりたくないです。上をいじっていこうと思います。男子4本ずつ配ってますよね。これを男子、ここも男子4本ずつ。同じように、男子1本減らしたんだったら、今の段階で男子の人数わからないんですよね。ですから、女子の方も1本減らします。5本を4本に、3本を2本にしました。男子も女子も両方とも1本ずつ減らしたら、男子と女子合わせて40人って分かってるわけですよね。全員から1本ずつ減らしたんだから、必要な本数ですね。これ40本減ります。ということは、余りがもっと増えることになるわけですね。26余ってたところは、さらに40追加して、66本余りになります。これとこれですね。この状態で上と下比べます。ここで男子の本数揃えました。下の方が女子1人当たり3本多いわけですね。ですから、配った本数の差、これとこれで66本の差になってるわけですね。ということは、女子1人当たり3本で66本の差。っていうことは、女子の人数が66÷3。これ22人と分かります。合わせて40人ですから、女子が22人だったら、男子の人数、40から22引いて18人。こういう風に出すことができますね。男子と女子の人数が分かったら、鉛筆の本数の合計、これすぐ出てきますね。男子に4本ずつ、4×18。足す女子に5本ずつ、5×22。これが20本追加した時の鉛筆の本数です。ここから20引いてあげたらいいですね。72足す110。ここから20引きます。合計162本。こういう風に出すことができますね。はい、次回の問題です。数の規則性に関する問題。数列の問題ですね。数がいっぱい並んでいます。この数列の規則っていうのをしっかり分かってもらえれば、普通の数列の問題を解くのと同じように解けると思います。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。